創価大輔です。皆さん、こんにちは。ナンパ塾主催しております。本日、2015年の8月17日で、15、16日にナンパ塾が開催されてました。それで、今、生徒と、ちょっと電話で話してるんですけれども、受講の要するに感想を、居酒屋で録音したら、そこの居酒屋がちょっととてつもなくうるさくてですね、とてもちょっとその皆様に、お聞かせできるような状態じゃないっていう、音楽もうるさければお客さんもうるさかったっていう、そういう形でちょっと今電話でですね、取り直しみたいな形なんですけど、内容的には特にちょっと同じようなことを話してもらうことにはなります。ところで、今セットと話してるわけだけど、前回さ、もしもし、はい、前回宮城の屋さんの なんだけど、前回来たの何月だっけ、7月のナンパ塾だよな、何月か。1ヶ月前の7月ですね。そうだよな。はい。それで、7月のナンパ塾に君が来てるわけだけど、はい。一回、ナンパをする前の心境なんかを撮ったからね。はい。ちょっと本来は、こういった、要するにその繰り返し音声を上げる必要もないかなっていうようなことではあるんだけど、ちょっと面白い話がいろいろあったんで、今こうやって聞いてるわけだよな。はい。で、君の方もこういった現象ってのは、なかなかないっていう自分で思ってるだろ。そうですね。はい。そういうのをさ、世間に伝えてあげたいっていうさ。はい。それで、前回の要するにその音声動画聞いてもらえれば、前回の音声聞いてもらえれば分かると思うけど、はい。2日間でナンパ成功した一人、ナンパ成功したわけだよな。はい。その人は何十代だった？前回は30代でしたね。それで離婚してどれぐらいだったんだっけ？離婚して2ヶ月の女性でした。で、それでその女性とその1ヶ月前に飲食店かなんか行ったと思うわけだけど、はい。路上でさ、連絡先交換した人は何人いたの？トータルで。あの時は1人だけですね。あ、そうなの。はい。何せよ、その路上で要するにその成功したなんかってのはあったってね。はい。俺はブログにいちいちさ、そんなのうちの塾としては成功として認めてないから。はい。どうしてかっていうと、路上で知り合ったって、普通その後連絡先交換したところで、なかなか会えるなんてまずないわけだよ。ああ。それ知ってた？君は。よく先生からそう言われてたんですけど、うん、そういう意味では今回すごいラッキーだったなと思ってます。ちょっと授業ってちょっと話すと、はい、結局君は静岡で土産物屋で働いててね、それで自営の施設のせがれだから、非常に時間が、はい、自由になるわけだよな。はい。それでバツイチのその女の人とその後会えたの？その女性とは実はまだ会えてないです。連絡は交換し合ってるの今でも？連絡は取り合っているんですけど、うん、ちょっと向こうもまだ混乱している時期なんで、うん、次会うのはもうちょっと待って落ち着いてからにしてほしいって言われて、よく世間で言われるのが、離婚は要するにその結婚の何十倍もの大変だっての話もあるしね。はい。別れたばっかりだと、法的な手続きとかさ、いろんな、要するにその、お互いの所有権、家具とかそういったものもさ、はい、いろんな争いがあるだろうしさ、外は離婚したばっかりだとごたごたしてるよな。はい。だってやっぱり原則そんなお互いに近い距離で住んでるわけじゃないから、はい。なかなか、あとそのスケジュール的な問題でね、なかなか会えないってことで、その辺ちょっと相手が全然脈なしっていうような話じゃないと思うよ、俺は。はい。うん。それで、一応そういった形でその彼女とは現在も継続中ってことだよな。そうですね。はい。それでその前回連絡先聞いた女の子ね、はい、その子は何かあったんだって？つい3日前ですね。3日前に会うことができました。今日月曜日だから3日前じゃなくて何曜日で、だから木曜日です。木曜日。3日前っつったらだって
あ、金曜日ですね。だ木曜日に会ったんだろ。木曜日です、はい。東京で。東京で。東京で、はい。それで、つまり要するにその、LINE かなんかをやり取りしたんだよな。ですね、正確に言うと、LINE のやり取りはもうちょっと仲良くなってからって言われて、ずっと1ヶ月間、ショートメールでやり取りしてました。マジで？はい。ショートメールでやり取りしてたの？そうです。それでショートメールでやり取りしてて、それで後日会ったったら、それ俺もまた、まあなかなかない話だけど、それで、ちなみに相手の要するにその女性は、どんなお仕事やってたの？まあ広告関連の会社に勤めている女性ですね。うん、年齢は？ 32 歳ですね。で、出会った時はどんな服装してたの？まあ、小切れな白いワンピースとかそんな感じですか。白いワンピース？はい。いいじゃない。なんか髪は長いか短いか。髪は長い感じですね、はい。いいじゃない。黒髪。はい。で、それで、そのまあ、ワンピースを着てて、それで、まあ一応その、まあ、30代前半だよね。はい。その彼女も。それで、具体的に言うと、その木曜日のデートってどんな感じだったの？和食屋の、まあ、居酒屋に行きまして、うん、2時間半ぐらい食事しまして、いろいろと世間話を、はい、お酒も飲みながらやりました。うんはいうん、そこ、まあ、要するにその、まあ、自己紹介みたいなものって結構詳しくしたのがそこだったんだってな。もうそこで初めて、はい、詳細な自己紹介をお互いした感じです。俺、長年のナンパ経験でさ、路上で例えばの話、連絡先交換したみたいなのなんてね。要は、その時交換したところでなかなか会うのって難しいから、はい、俺なんかなんかだと連絡しないよ、半分以上は。あ、まあ、何割かはちょっとちゃんと連絡はするけど、それで会うことにこぎつけたっていうのも、それもすごい話でね、それで、木曜日にそういう形で会ったわけだけど、今度どんな服装着てきてきたの？その時はですね、その彼女も仕事の帰りだったんで、うん、まあ、パンツ姿っていうか、うん、ジャケット着てパンツ姿でしたね、うん、はい。こんな暑いのに。ええ。まあ営業だから、営業なんだろ？営業って言ってました、はい。うん、まあ、まあそういうことなのか。それで、まあ、一応ちょっと土曜日に、昼の12時から、座学の授業が開始されたよな。はい。それで座学の授業を開始されて、それでその子から連絡が来るんだよな。来ましたね、はい。それは何時ぐらいだったの？2時ぐらいでしたね。ってことはまだ教室の中にいて、それで、はい、3時に、まあ実践講習やりに出かけるわけだけど、はい。それで、その内容っていうのが、今から会いませんかって向こうから言ってたんだろ？そうですね、はい。それで向こうから行ってきて、それで今からいませんかみたいなことを、やっぱ今からっても本日会いませんかって形で、今日の夜にっていう感じで、はい、もし空いてたら。で、それで何時ぐらいにっていうようなことを言ってたの、彼女は。その時は、まあ、夜の7時か8時ぐらいに会えたらどうですかっていう連絡来まして、まあ、何にせよだけど、渋谷から神奈川方面で約1時間近くかかるところで会わないかって話だったよな。そうです、そうです。はい。それで、まあそうすると非常に距離があるわけだけど、はい、何にせよその、まあ、実践講習を俺はよく、まあすごい場合なんか夜延長して、4時間ぐらい延長して夜の10時過ぎまでやってる時もよくあるわけだよ。はい。それで、まあそのこと君も知ってたりとかするから、はい、だからちょっと今日はまあ、定時で要するにその、まあ、帰らせてくださいってことを俺に言ってたんだよな。そうです、そうです。ところがさ、現地に着いてでナンパを要するにして、それで、まあ、またこれもまた35歳の女の人だよな。そうですね、はい。でこの人の職業は、この人の職業は、うん、まあ、ある外資系の会社の関係、まあ、経営かなんかやってるような方でしたね、うん。外資でない、その、これ中途採用なの？いや、あ、そうですね、中途って言ってましたね。正社員なの？正社員です、はい。まあ、要は、要するに経理部門にいるんだろう？はい。まあ、そこの仕事できるんだろうな。うん。どんな感じだったの？はい。話した感じ。その女性とは、割と盛り上がりまして、う
まあ3時間ぐらい飲みながら話しました、ね、あのさ、他の要はそのじゃ あ, あの例のバツイチの人と広告の人はそんな盛り上がらなかったの、はい、ですね、その2人に比べると今回の女性が一番盛り上がりました、うん、ってことはそれ徐々に上手くなってきたってことでもあるわけじゃん。そうですかね。さ、あともう一つが、その2、あのバツイチの子がそれだけ連絡取り合ってるのってのとね、はい、今、まあ、素人童貞なんだから君はさ、広告の人とかって、はい、まあ、会えたっていうのは、はい、要するに君が、そういう女の人がちゃんと君の人のこと見てるわけだから、はい、そのあ遊び人みたいなタイプじゃないっていう、一応真面目だっていうね、はい、しっかり見抜いてるわけだよ。はい、で、まあ、それが要するにその非常になんかこう、まあ洗練された要するにその口説きみたいな形でもあったものなら、はい、すぐダメになっちゃうって形だから、はい、ある種ね、あのビギナーズラックっていうんだよな。はい、そうですね。で2人に関してはさ、それで今度は盛り上がったわけだ。はい、で盛り上がってそれで要は君そこそれ酒飲んでたの？どこ行ったの？酒飲みました。焼き鳥屋です。焼き鳥食って時に、それで君はその時どういう心境だったの？だけどこの女の人のとも盛り上がってるけど、だけどそのなん か, かあの神奈川方面にも行かないっていう、行かなきゃいけないっていう頭もあったよね。ありましたね。途中でちょっとまあ考えて、うん、まあ、結構盛り上がって酒も入ったんで、うん、このまま中途半端に終わらせて、まあ、渋谷方面行くよりは、うん、今日はちょっとこっちで楽しんで、うん、渋谷の方は後日に落ち着いてから再度行こうかなという気持ちに変わって、渋谷からだから1時間離れたのかな。はい、はい、それでそうは言ったって、君の方から断っちゃうとそれ印象悪いよな。そうですね。ただ向こうも、うん、その渋谷のその広告の女性も仕事で打ち合わせをしていたみたいで、うん、それが結構長引いたので、うん、9時過ぎ9時とか10時ぐらいになっちゃってもなっちゃったんで、向こうから後日にしましょうかっていう提案が先に来たんで、うん、まあ、それに乗じたっていう形になりました。非常に運が良かったわけだ。良かったですね。あ、まあ、ちょっとその子にまた貸しができたしね、これでね、ちょっと。そうですね、うん、はい、まあ、要するにその君としては要は時間、まあ、わざわざ来てさ、東京までね、明けさにもかかわらず、要はちょっとそのなんか仕事が長引いちゃったせいで、まあ、営業だとありがちで、でも、はいはい、とはいえまあね、なんかある程度準備してたわけで、それをまあなくなっちゃったんだから、はい、しかしさ、君さ、木曜日にこの彼女と会ってるわけだろ。ええ、その翌々日にこの彼女が会いたいって言ってきたんだろ。はい、で話は盛り上がらないとは言いながらも、これ意味合い的にまあ好感触かどうかって、これどういうことか分かる？好感触と取ってと思ってますけど、少しは、うん、さあ、それで今ね、バツイチの人が30代半ばだったっけ、あれは。そうですね、34ぐらいでしたね、はい、で、まあ、あともう一つが、まあ、木曜日に食事した人が32ですね。今回がいくつだっけ？35です、はい、そうだよね。でさ、つまりこの特にこの32歳の女性の方なんかそうだけどね、はい、やっぱりその今出会いがないわけですよ、女の人が。はい、で、まあ男もまあそれは一緒だかもしれないけれども、まあ、女の人も当然男が出会えなければ、全く同じ条件、全く同じように女の人も出会いがなくなってくるわけでしょう。はい、ところがさ、まあ、こういった要するにその32ぐらいになってくると、女の人も身の回りが一人一人こう結婚していくでしょ。はい、で、まあ、中にはその子供を産んだりとかさ、はい、そういった年賀状をまあこう送りつけたりとかされたら、あれもなんかね、ある種のハラスメントだよな。そうですね何にせよ、まあ、焦りっていう言い方は申し訳ないけれども、はい、まあ、君のそのなんかあながちそういうなんかこう真面目なと、本当真面目かどうか俺はどうかわからないけれどもお前なんだその笑いは真面目ですよ。え、真面目ですよ。だってちゃんと家の仕事手伝ってるか本当にしょっちゅう東京来て行
くらあの東京からそんな離れ、めちゃめちゃ離れてないとはいえさ、いやもうちゃんと、ちゃんと仕事やっております。ちょっとちなみに、あの、はい、この中で誰が一番好みなの？外見的なものでは。外見的なものはやっぱり一番最初のバツイチの女性なんですけど。そうなの？ただまあ全体的なオーラとか考えると、うん、まあ、3番目の35歳の女性も悪くないです。悪くない？いやいや、素人状態の君がそういう言い方するんだ。いや、あの、とても素敵です。まあ、言論の自由、表現の自由って感じで、まあいいけどね。はい。それで、じゃあ、その、君がなんかこう、なんか、中一日空けて会いたいって言った子は3番目になるんだ。いや、まあ、厳密に言っちゃうとそうかもしれませんけど、あの、一番いい子は誰なの？一番いい子は、やっぱりまだ、それぞれの、本質が全然見えないところもあるんですけど、今の段階の感じだけ言っちゃうと、希望で付き合いたいのは誰なの、一番は。3番目の35歳の方ですね。あの外資の？はい。まあ、やっぱりそう、なんかこう厳しい仕事やってるって、なんかこうオーラが出てるのかね。出てますね。ただちょっとやっぱり厳しさみたいなのもありますね。え？ちょっと厳しすぎるのかなっていう。子供欲しいの、ちなみに。はい。子供は。はいないで、え、向こうですか。君に子供はいないのは分かってるけど、はい、結婚もしないんだし、一緒にいるんだしね、はい、子供は欲しいのかって聞いてるの。あ、自分ですか。うん。そこまでまだ考えられてないですね。考えられてないって言うけど、じゃ今だけど、なんかこう、例えば、できるもんなら欲しいとかさ、そういうのは。ああ、人の父になりたいかどうか。はい、それは欲しいです。え？はい。欲しいの？はい。そうなっちゃうと申し訳ないけど、なんかこう35っていう年齢の人っていうのはこれ順番的に優先順位下がっちゃうんじゃないの？ああ、そうですね。そういうことになりますね。まあ、とにかくさ、まあ、こういったまあ、とにかくあの優先順位は下がるとは言いながらも。はい。別にまあ全然まだ時間はあるからね、この女性の人もさ、はい、何にせよその、まあ、あのこの、まあ、経理の人もさ、君の下手なナンパにこうやって一応食事付き合っていただいたっていうのはさ、はい、それなりに出会いの少なさっていうのを感じたってこともあるだろうな。おそらくありますね。はい。それにさ、なんかまあセット地から聞いたんだけどさ、婚活パーティーにさ参加してるさ、なんか男たちのさ、はい、なんか変なオーラがあるんだって聞いたんだよ。はい。女にもそれはあるらしいんだ、あるって聞いたんだけど、はい、なんかその、まあ、いわゆるうちの塾に来る生徒たちってそういうオーラが、まあ、全然ないじゃない。はい。そういう生徒たちの間でも言われてるわけだけど、あれは生徒以外でもね。はい。はい。まあ一応この人が婚活セミナーに行ったかどうか俺よくわからないけれども、はい、婚活セミナーが一概に俺は本当仕事が忙しい人とかにとっては、はい、まあ、別にそんな悪い場所でもないとは思ってるけどさ、はい、だけど相手の女性の気持ちを考えればね、はい、別にそのどうやって出会いたいかっていうさ、そういうことに関しては君さ、それぞれ3人の女性に対して喜ばせるようなこと一応やったわけだよな。そうですね。はい。それで、そのまあ、広告の子に関してまた会いたいっていうことを考えれば、会話の中で相手を喜ばせたってことにもなるだろう。そうですね、はい。ちなみにさ、まあ、俺の新ナンパ塾完全国旗マニュアルあったの？はい。その最終章にデートのマニュアルみたいなのあったじゃん。ありましたね、はい。そこにあるようなことは使ったのか？覚えてる範囲で使いました。からあと口説きの鉄則でデート中の会話みたいなものが書いてあったの？はいはい。あんなあの辺りの内容も参考になったのか？なりましたね。話題に詰まったらそれを思い出してどんどん振ってましたね。で、あと他に著作物で、まあ、具体的なもので参考になったっていうと、電子書籍は読んだの？俺のなんかの。電子書籍まだ読ませていただいてないんですけど、まあ、電子で配信しか配信してないものは2冊だけあるわけだけど、はい、一方のシナンっていう、ナンパシナンっていう方が、はい、そこそこまあ参考にはなると思うんだけど、はい、何にせよ、
まあ、一応ちょっとそういう形で、じゃあ、あの3人の女性、こうやって喜ばせてるわけなんだからさ、はい、それでね、これちょっとしっかり、ネットとはいえ、公の場だから俺の方で言うけどね、はい、そしてこういうことが、まあ、今、3人の女の子と連絡を取り合ってるわけだけどさ、はい、ヒステリーを起こしてさ、これ良くないっていうさ、あの男や女がいるわけだよな。はい、それでさ、まあ、俺がだけど、そんなね、そういうバカなやつらが結構、不都合なく多いわけだけど、だけどこれさ、女の子にしてみて見ればね、はい、要はその、まだ付き合ってもないわけでさ、それでデートとかがつまんなければ、これで、もう連絡来なくなっちゃうわけじゃん。はい、そうだろ、一方的に。はい、で、まあね、そういうような、要するにその、まあ、ドライな、要するに、男性、異性との向き合い方を女性だってしてるわけなんだから、はい、こういうことやって、それはどこが悪いんだっていうことだよな。はい、まあ、その辺でちょっと軟弱な、要するにその、まあ、男女の、そういう、まあ、見解っていうのはさ、やっぱりどうしようもないから、だから結局なんかこう、まあ、一人の女性に絞るみたいなやり方してね、その女の子ともうまくいかずに、結局長年その付き合う女の子がいないっていうさ、そういう男たちが蔓延してることにもなるわけだよな。はいはい。まあ一応君はさ、40過ぎまで一応素人童貞だったんだろ。はい。それで一応なんかデートだけした子がいるって聞いたけど、それはなんだ、二十歳ぐらいの時だってたっけ？あ、それは一応短期間ですけど、ああ、まあ本当に子供の付き合いみたいな、学生の付き合いみたいな感じで。でだけどさ、こういう要はまあなんていうの、その、まあ、創価流って言い方もまああれかもしれないけど、はい、こういった要するにその、まあ考え方でね、はい、やっていけば短時間でさ、今まで要は女の子のと連絡を取り合う子も一人もいなかったわけなんだから、はい、まあね、法律っていうね、言い方も良くないかもしれないけれども、まあ、人生短いんだしね、はい、だと少しでもやっぱり魅力ある、相性の合う相手と付き合いたいんだから、君にとって相性合う相手って、相手にとっても相性合う相手なんだしさ、はい、まあ、どの子も現段階で、君と連絡取り合ってるってことは、君と過ごして楽しかったってことだろ？そうですね、そう思いたいですね。まあ、そう思いたいっていうか、そう思わなかったら、だって、返信なんだろうってしないんだから。うん、そうですね。まあ、あとは彼女たちがあと選択して嫌だったら、まあ、要するに連絡しないって形取っていくわけだから、はい、まあ、どの子と付き合うか、あるいはまた別の子と付き合うかとか、その辺まだよくわからないけど、はい、ナンパって本当人生何が起こるかわからないだろう。はい、まあ、なんか録音してその居酒屋で今回してね、それでそれがまあうるさくてもう台無しになっちゃって、はい、あと、まあナンパする前の進化に関しては、過去に一回やったこともあったっていうのもあったし、はい、まあ、今回取らなくていいやとも思ったわけだけど、まあ、非常にこれなんか世間の男女に対して参考になる言葉だと思ったんでね、はい、これをまあネット上で公開してあげようと思って、僕の方がこうわざわざ、取り直しみたいなことをしてまで、君の意見をちょっと、聞きたかったっていうさ、はい、まあ、よかったね、でもね。いや、本当に、よかったです。なんか、彼女できたら遊びに行ってみたかったってことがあるんだろ？ありますね、はい。まあ、ディズニーランド行ったことあるの、ちなみに。まあ、ありますけど、まあ、女の子とないですね。男とディズニーランド行ったのか。まあ。ジェットコースターなんかいつ乗ったんだよ。もう、高校生の時ぐらいですかね。うん。それで、じゃあ、なんだろう。まあ、あれ花火大会も今年はあれ女の子で行くこともできなかったんだろ。はいはい、そうです。うん、だから温泉旅行とかそんなのもちろんできてないよな。できてないですね、はい、うん、いずれにせよ君は、まあ、仕事の跡取りでもあるわけだし、はい、親がすごい心配してたんだろ。してますね、はい。だからこれさ、こういったこと親にいちいち君報告しないと思うけれども、君のね、親はこの喜んでると思うよ。まあ、まだ分かんないですけどね。まあ、まあ、あれだよ、だけど、あれだろう、うちの塾来てよかったな、でもな。よかったですね、はい。
ちょっとまだこれからまだいろいろ講座を受ける予定だから、まあ、今後もあると会うわけだけど、はい、その時その際にまたこう、まあ、まあ電車使ったってね、そんな思いっきり遠距離でもないじゃない君の場合は、はい、だからこの3人の誰かしらと付き合うなり、まあ、早めにだから結果が出るようなことをこっちも祈ってるんで、これから頑張ろうね。わかりました、ね、はい、頑張ります、はい、じゃあ、はい、とりあえずじゃあ今後も頑張るということでお互いにね、はい、どうもありがとうございます。はい、どうも。あとちゃんとそれと今日月曜日だけど、連絡はちゃんと俺のこの外資の子にちゃんと俺の連絡入れなきゃダメだよ。あ、それは入れました。ちゃんと入れたんだね。昨日入れて、でそれに返事も来ました。返事も来ました。どんな返事だったの？こちらこまずは教えていただいた通り、一発目のメールは、うん、まあ、それ詳しくちょっとそういう話言うと、はい、お金払って教えるセットが悪いから、はい、まあ、とにかくじゃあ非常に好感触のメールが来たんだ。シンプルですが、はい、うん、まあ、じゃあちょっとこれからも頑張ろうね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうね。